前話したかな、かまいたちのネタでさ、うんうん、世界よこの世で一番意味のない質問って何か知ってるっていうネタでさ、でその格好寒ないっていう、ああ知ってる知ってる、あれさ、俺なんか浜井どっちがネタ作ってるか知んないけどさ、思考似てんのかなと思って、あのまさにさ食べんの早いねもさ、あそうだね、似てる、あれさ漫才にできんじゃんと思ってさ、確かに、そうそうそう、確かにその格好寒いって本当意味ないよな、しかもちゃんと俺たちみたいにこう説明してくるんだよ、はい、そうなって、うん、だってその状況で変えられないでしょとかさ、ここ2週間でも食べるの早いねって2人に言われたんだけど、いやすげえ早いんじゃない、いやでもね、その2人が言うに、うん、俺も私も遅いって言われる女の子が言ってて、はい、もう1人の男は、うん、俺は遅いねって言われるって言って、またそいつらと一緒に飯食ってる前行った時のやつと、でそいつじゃないなのに、うん、でもさ、でだったらなおさら分かんないじゃん、だったら早いか遅いかは分かんないよねって。だからやっぱり自分が遅いって言われて、自分が普通だったら早いってなら分かるけど、ね、遅いっていう自分で自負もあるのに、ね、早いねはおかしくない？ちょっと意味分かんないよね。そう。で俺それ言ったのね。俺さ、それよく言われるんだけどさ、それってセクハラだよ。ちょっとそれさ、よく言われるし、ちょっと詳しくは YouTube 見てほしいんだけどさって言ってくるの。それさ、セクハラだよって。で食べるの遅いか分かんないけど、俺遅いとも思ってないし、うん、別になんとも思わないけど、で何なんって言って、うんうん、黙ってたけど、黙らした黙らしたっていう中じゃなくて困ってんのか分かんないけど、確かにそうだねとは言われたけど、なんすかそのノーガードな食事会は、そのなんかノーガードな食事会だよね、それもうね。そんな緊張して食いたくないよ。誰かと飯食うっていうのがまず緊張するし、誰かと飯食う機会なんかもうないしさ。うん。で、そんな感じで、なんかノーガードで飯、赤の他人と食ってさ、そしたらあげく。赤の他人ってでもない、友達。まあ、なんか友達。で、親族じゃないでしょ？うん、親族じゃない。ないもんね。で、そういうとさ、ノーガードで飯食ったらさ、思わぬところから、食べるの早いって言われちゃうわけでしょ。やっぱり食べるの早いねっていう時って早いのかな。いや早いんだと思うけど、で言うってこと、それなんで言うのってことだよね。いやでも俺はさ気にしてないの、うん、言われるから、言われた時に初めて時間が巻き戻って、ああ食べるのがスピードがあったんだみたいになるけど、普通に食べてる時は何にも気にしてないの俺は。この間俺銀座で秀樹にさ、食べるの早いねって言えばよかったわ。もう終わりだよね、俺が言ったら。あの、いや、もう、ってかもうギャグでしかないよ、それ。お前食べるの早いなって言ったら、もう完璧に早いじゃん、もう。真顔でね。真顔で。そしたらもう、決定じゃん。俺は早いんだなと。でもですね、ちょうどそのサンプルが微妙でさ、その友達2人とも、人に遅いって言われる人なんだよ、だから。おかしいよね、だからそれはね。そう、だからそれがおかしいの。なんかさ、俺はもう地元じゃ俺よりも早く飯食うやつがいなかった、俺が言うのもなんだけど、お前早いなみたいなやつは分かるじゃん。うん、そうだ、そうそうてか俺はさ、もともとそんなこと気にしてない、遅いか早いかっていうその概念すら持たずに飯を食ってるのに、うんうん、最近こう頻繁に言われるようになってみんな食べるスピードとかを考えてるんだって逆に気になってその時だからうどん食ってたのね。食べるの早いのねってさ、セクハラだよって言って、うんうん、でなんでかって言ったら、じゃあさ、うんことかトイレさ、男の子とか女の子がいてさ、うん、トイレ長いねとか早いねとか言わないでしょって。食事中言った、それ言った言った。なんか別にそんなに食らってる様子もないし、ただ普通の話として流されたんだけど、今度本当はわざと、なんかメモに最初に実はわざとですって先に書いといてることを見せといて、何が実はわざとなんだろうって伏せといて、手品じゃんそれ。そう、手品みたいに。で食べるの遅いねって言って、うん、その反応見たいよね。大丈夫だから、あらかじめその多分一緒にご飯食べる人のポケットにわざとで書いたやつを忍ばしておいて、で言ってきたら、
ってポケットがメモで、その答えが出てくるみたいな。そう、本心で言って、なんか口から不意に出たんじゃなくて、これを言ったらどういう気持ちになるかって議論がしたくてやったんだよっていう、その手品的な感じでさ。その秀樹のコミュニティがどういう人たちかっていうことがまず前提にわからないんだけど、ね、世間一般にこの俺らが今敷き詰めたこのやり取り全て言われる一言で、なんか3文字ぐらいでキモいで終わらされちゃうんだよね。恐ろしいことに。もしかするとその格好寒いっていうのよりも、ちょっともうちょっと奥深いものがあるんだよね、食べる速さっての。食べるのが早い理論の深さと、その格好寒いの深さだと、やっぱね、その格好寒いの深さってそんなに深くないと思うの。っていうのも、食べるのの早い遅いの明確なスピードの基準はないじゃん。あ、ない。その格好寒いっていう背景には、明確な基準はあると思うんだよ。要は薄着か厚着かみたいな。あ、言われたこともあるしね。要はこんなに今日寒いのに薄着だよっていうことですよ、要は。うんうん、何を思ってしてお前は早いと思ったってことだし、いや同じビッグマックを一緒に食って用意した後にビッグマック食い始めたんだったら、まあ明確なスピードの差は出るかもしれないしとか。いやでも確かに俺からしてもその2人は遅いんだけど、うん、よくよく考えたらね、うんうん、普通ではない遅さ、普通ではないように見えるんだけど、うん、それでも俺はその食べるの早いねって言われなければ、その人たちを別に遅いとか断定すらしてない。わかるわかる、そうだよね、普通は。そんなことどうでもいいから。どうでもいいよね。うん。なのに言うから、うん。え、じゃあそもそも遅いのか、まあまあ、その基準があるのかもしれないし、でも、遅いのか、でも自分は遅いって言われるって言ってる。だったらなおさら俺が早いって言える意味がわからんみたいな。だから今、一個だけちょっと、納得いくっていうか、まあこうだったらいいなと思ったのが、まあその格好寒ないも食べるの早いでも、例えばまあなんだろうな、じゃあウクライナ戦争でもいいや、なんかこう熱く議論を2人でやってる時に飯食いながら、いやだからあれはロシアがちょっと待って食べるの早くないだったらいいの。本題から違う、そうそう、ずらして挟んでまでそれ言ったら、あ、本当に早いんだみたいなとか。多分違和感を思うのって、なんか会話がないくてとか、なんかそのもう埋めたみたいな、そのなんかこの空間を埋めたのに使ってるよねみたいなところもあるのかなっていう。いやでも埋めるような中じゃないんだよな、それは。それがだから相手は逆に言うと埋める中なんじゃない。寂しい。いや、くだらないやりとりばっかしてるから、そんなことない。いやー、そこわかんないよ、そこは。だから、秀樹からすれば、そういう。じゃあ、今度言われたら、うん、ごめん、気まずかったって言う。そう。まあ、それじゃちょっと言葉足んねえから、まあそうね。やっぱり、会話が少ないかったってことかな、みたいなことだよね。でも同じじゃない、多分、その格好寒ないっていうことに対して、イラッとするとか、違和感を思うってことは、おそらく会話を埋めて必要もないこと言ってるよねって思うから、それって言う意味ないよねってなるだけだって、多分本題の話が加熱してるのにもかかわらず、ちょっと待って、その格好寒いよねってなったら、多分、うん、あ、でも、ちょっと違う、まあ、それも今分かったけど、なんかツイッターでたまたま出てきて、うん、なんだっけね、よくある腐ったみたいなさ、定期で人の、うん、ツイートをやるやつで出てきてさ、なんかスピードワゴンの小沢が、うんうん、なんかどうでもいいことを連絡してくる人はどうでもよくない存在みたいなことを、おお、はいはいはい、ああなるほど、うんうん、それと出て、もしかしたら食べるの早いねもその格好寒ないも、うん、初見では言えないんじゃないかな。ああ、どんどんやっぱりその人と仲いいんだっていう風に持ってきたいね、感じだね。持ってきたいっていうか、でもそう思った。さ、でも分かる。それは論理的に、うん、通ってる、筋が。どうでもいいことをさ、うん、うんうん、そうだね。言える仲なんじゃない。俺、だって初めての人と一緒に食べてて、うんうん、食べるの早いねとか。食べるの早いですねってあんまり、確かに、もうちょい違う話題で埋めたいよ。
でも、それこそね、だって分かんないもんね、その人の早いか、初対面なんかね。いや、でもそれだったら、なおさらそいつらと飯何回も、その二人と飯何回も食ってから、俺が早いかどうかは知ってるはずなんだけど。まあ、だから、もう一個言うならば、やっぱりその、先週の君より早いよね、自己ベスト更新みたいなことだったらいいんだね。ああ、それだったらいいよね。いいよね。なんかでも本当俺の知らない世界だからな、俺そのフィールドに立ったことねえからな。なんかどうしようもないこと言えるぐらいの中の関係なんだっていうのもあるし、そうだけど、やっぱりそういうことを言葉に出してしまうぐらい、やっぱりその空間が暇だったり、うん、どっかいたたまれなかったり、いやもちろんそういうことを言える中でもありつつ、そういうことを言える中なんだけど、今、会話がないっすみたいな。ことは事実だったりするのかもね。何かしらの SOS と捉えた方がいい。あ、 SOS ね。今度食べるの早いねって言われたら、席の横に回って大丈夫かっつって、ずっとここにいるからなっつって言ってやる。分かんない。あ、でもね、一個今パッと思いついたのは、うん、一人で食ってるときは、うん、逆に何かしたり、本読んだり、スマホ見たり、うんうん、なんかそういうのをしながら食ってるのね。うんうん、まあ、だったらそれも早いか遅いか分かんないけど、それこそ。うん、でもさ、人と食うときってあんまそういうことできない。食べ物とそれに対峙するしかないから、うん、そういう意味で食に走ってる可能性はあるかも。あるね。本当に早い季節あるよ、これ。でも、だから早くなかったじゃん、一緒に食べて。早くなかったよ。全然早くなかった、あの時は。でしょ？あれでね、もし言ったんだとすれば、気が知れない。だから、あれなんだよ、俺は。あれのどこが食うのが早いのかわからない。だから、遅いんだよ、報道の言う人は。どういう人たちと一緒にいるの？食べると遅いんだって、みんなが。だって俺、この前、会社の人に連れられて、飯おごってもらったときに、俺食うの一番遅かった。あ、そうなんだ。じゃあむしろちょっと俺、スピードアップしてくれた。特殊なコミュニティにいる友達が、界隈が。だから俺の友達が遅いんだと思う。じゃあ逆じゃない？今度から啓蒙すんな、秀樹がそいつらに対して、お前ら食うの遅いなって言い続けるしかなくね。いや、でもさ、俺そんなやつじゃねえからさ。でも、なんかその、水準を合わせるのは、ほら、会社の人と行った時に自分が遅かったってわけでしょ。で、やっぱそのさ、正常値に戻すんだと、やっぱり、どちらかというと、秀樹がお前ら遅いって言う方がいいんじゃない。いや、俺、正常値に戻したいわけじゃなくて、そんなこと気にすんな、口にも出すなって思ってる。ああ、そっちね。そう。それどうやったら言わないでくれるかな、もうな。そう。なんつったら、ほんと意味ないからさ。いや、なんかそういう、それの逸話みたいなものをさ、言って聞かせれば、昔に。なんかアメリカでみたいな。長いって斉藤さんにそれこそ言える。長い。それを啓蒙すればいいんじゃない？道徳的なお話を作ってさ、アメリカに男の子がいてみたいな。その子が食べるのが遅くてみたいな、そういうなんかそれなんかいい話風のこと言って、ね、なんか、あ、食べるスピードっていうのはいちいち言うことじゃねえんだなって思わすみたいな。本出したいわ。でもいいと思うよ、絵本とかで、ね、そういう絵本あったらね。うん、深いよね、食べるのの早いっていうのは。食べるの早いねって。なんかでもそいつらと回転寿司に行ったら、うん、なんかすげえいっぱい食べたねって言われそう。で、俺その返しがさ決まってないからこそ、またそういう議論に持ってっちゃうってやってるから、ほらで決めたらいいんだな。だから決めたいのに、まあそう、なんだっけ。まあそう、自分を責めるのよね。それ言うの忘れてた。ついそれに俺も反応して、うわ、こいつ言ったとかなっちゃった。でも仲いい友達だもんね。その仲いいんだったらもう言っちゃうかな。あ、言ったんだっけ、なんでそんなこと言うのって言ったんだっけ。言ったん。そしたら別にだっけ、なんだっけ、なんでだっけ。なんか別になんか明確な回答とか返答はなかった。おもちゃ逃がさないかな、そこで。捕まえちゃうよね。
また捕まえごたえのない人たちなんだ。待って、じゃあちょっとそれやって、俺、ちょっと待って、今、食べるの、どういうこと食べるの早いのって言ったけど、どういうことって言うよね。どう逃げんの、まず。うん、みたいな。うんってどういうこと、うん。ちょっと、いい、いや、実は、食べるの早いねってすげえ言われるんだよね。だから、そんなに早い？いや、俺が遅いってよく言われる。ああ、そういうことね。自分が遅いから、俺が食べてるのが早く見えた。うん。なんだ元気ないんだよ。そんなにテンション高くないやつだ。でもそんなに元気ない。でもそうだよ。食べるの遅いやつってそんなにテンション高いやつはいない。こういうこと。まず食べるのが早くない。実中っていうキャラがあるわけだもん。うん。あ、そういうことね。なんだろうね。そういうことか。そいつはフィールドなわけだ、言ったら。うん。だからそのフィールドに降りていくつもりもあるの？ないの？あるんだっけ？降りていくっていうのはどうやって降りる？つまりその、いや本来だったらそいつのフィールドじゃん。要は食べるのが遅い人っていうのはテンションが低いけど、相手に対して、うん、食べるの早いよねっていう技を投げてくる、うん、でその要はその沼地みたいなところに降りてって秀樹が戦うしかないのか、もしくは逆に自分のフィールドに上げることもできる。ああ。いや上がるやつもいるけど、まあその二人は上がってこないね。上がってこねえんだ。でも秀樹としてはなんか釈然としないと、そいつはその釈然としないというか、まあでも言える中が言うんだけどね。だから言ったし、でもそのそこのそいつのホームに、そいつの、あ、言った秀樹さんアウェイというかね、うんうん、そいつのホームに、そいつのスタジアムに行かなきゃいけないわけじゃん、戦うときに。常に普通はホームとアウェイでね、交代すればいいけど、奴らはそのこっちに来ないわけでしょ。そう、いつも秀樹がアウェイでちょっとこう戦いに行くわけじゃんか。で、その向こうのそのテンションの低さだったりするから。なぜなら彼らはそんな風にすら考えてないからね。彼らはそういうリーグ戦に参加しないからね。そう、そもそもそのゲームやってねえからさ、あいつ。今度からそいつらが食う半分ぐらい食ってからスタートしよう。半でやる。半分、そう、半で食い終わるまでのって結果論じゃなくて、今その食うペース感が早いって言うわけでしょ、結局。そうだね、確かに食べ終わって言われてはないわ。瞬間風速なわけじゃん。これもおかしな話だよな。すごい精密なセンサー持ってるよね。ね、俺まだ最後まで食べ終わってないんだけどって言われたら、なんて言うんだ。